じゃそのきっかけをね作ればいい。だからまずはその素材みたいなものを早組みけなさいと、うん、それ食べ物以外でもいいけど、うん、だから地元にあるいいものをまず3つ探しなさいって、みんなで探しなさい。そうするとその3つの中に必ず被ってくるのがいっぱいあるからって、でそれを自慢し始めてごらんって、そういえば俺もってやつがいっぱい出てくるから、そうするとネタが見っかってくるんだよって。ネタが見っかったらあとちゃんとそれを調べるってことですよね。発信するための情報を資源として調べると、うん、調べたらそれをちゃんと発信すると。ただしただ出さないで、きちんとひねって、ね、ネタにして発信すると、マスコミが飛びつくような発信の仕方をするってことだし、うん、でそれをやってると次第に地元の人たちの意識もイメージも変わってきて、あこれうちの名物だったんだみたいなね、 PR していいんだみたいに、うん、そういう意識が変わってくる。この辺が揃うと、これはね僕は 3P って言ってるんですけどそっち行くでしょ、まあ、この時間だからそういうんですけどいや、ね、またダジャレで来るのかなって、うん、一つ目は要はポテンシャルなんですよね、はい、素材ってどんなもんがまず調べると。で次はプロモーションしっかりすると、発信する。でもう一つは地元の人の心にプライドを作るってことですね。誇りを作ると、ポテンシャル、プロモーション、プライド、 3P、 町おこしの 3P、 はい、よろしくお願いします。グッチョー、グッチョー。秋しぐれ、冷えた心も踊るグッチョー。ホットは株式会社リンクステーションの大島社長、そして私神谷人と2人でお話を進めていきます。ゲストは B1 グランプリを全国規模に押し上げ、せんべい汁で街を元気にと活動する八戸せんべい汁研究所事務局長の木村聡さんです。なんか今いろんな店で出されてると思うんですけど、八戸市内で、はい、なんかここだけは絶対やっといてくださいっていう条件はないんですか。八戸せんべい汁は、うん、八戸で焼いたせんべいを使って欲しいなとかね、うん、まあ、そういう感じでせんべいは1人前最低2枚は入れてよねとかね、うん、まあ、そう入れなきゃダメよっていうね、ほどまでまだよね、そこまでは強制しないんですけど、まあ、だってなるべく八戸以外から来たせんべいとか何に使ってるしね、うん、ありますよ、ありますよ、ね、それ生産量の問題とかね、いろいろあるわけですよ、供給体制とかね。だからでもなるべく八戸のものを使ってねということですね。 あと食材もまあ旬のものがあったりするので、うん、まあどうでもいいんですけど、まあ、青森県産のものが、ね、安くて旬の時はなるべくそれを使ってねって、はい、でも大体お店屋さん、小さいお店屋さんはね、みんなその辺の朝市とかで仕入れるので、うんうん、だいたい地元の野菜を使ったりとかしてるんですよ、はいはい、せんべいもね、うん、今八戸市内に何店舗ぐらいあるんですか。だいたい200は超えてますね、うん、まあ、チェーン店もありますし小さいお店もありますしね。その活動資金はないわけですね。活動資金ないですよね、うん、どうやっていくの。お金はねあんまりかけなくてもだからできることはあるんですよ、うん、だまあ全くゼロではねできないけど、だから僕らも年会費を払いますしね、それからいろいろ地元 の何かね、だから僕らがそのボランティアでやってる一つの理由の中には活動のスピードが欲しいっていうことがあるんですよ。うん、うん、お金がないからじゃあ来年補助金もらってからじゃなくて、今これやったら絶対効果があるよね、でもお金がないよねって時はみんなでじゃあちょっと地元の企業を回ってお願いして1万円ずつでももらって協賛してもらってお金を集めて今やろうよっていうね、そういうことなんですよ。要は今の時代にこれだけネットが発達してね、うんうん、いろんな情報を誰でも取れる時代にこれはいいよねと思って半年寝かせておくと誰かがどっかでやるんですよ。もう遅いですね、うん、もう遅いんですよね、うん、今やるってことですよ ね、 だからそのためには必要なお金はその時集めると、うん、ということなんです。だから僕らいつもオンデマンドで足りない時はどうにか集めるわけですよ。最初から集めとけばいいじゃないですか、うん、まあね、そこまでまたできてないんですよね、うんうん、でもね、お金をかけなくてもやっぱりアイディアとね、やっぱり度胸でできることはいっぱいあるんですよ。だから、うん、なんかこう苦労されたことって他にあります？まあ大変ですよ、事務的なこととかもみんなボランティアだから誰がやらなきゃいけないんで、うん、まあ多少手を挙げしてますけど、やっぱり僕には集中するんで、うん、だいたい B1 グランプリの前後はだいたい1時起きが平均ですからね。それなくても普段は3時には起きで、まあ4、5、6、7ぐらいまではせんべい汁研究所の事務的なことを自宅でやって、普通に出勤して本業の仕事をやってっていう感じですからね。それ人増やせばいいんじゃないんですか。いやもちろんね、うん、でもやっぱりね、分け出ることは分け出るんですけど、やっぱりね、なかなか全部分けきれないとこあるし、うちのメンバーもね、やっぱり俺と同じことやれっていうのはやっぱ不可能なんですよね。それは俺がやりたくてみんな集まってきたっていうのもあるので、うん、ただ
あの我慢できる範囲で預けていかないと、うん、やっぱり楽しくなくなっちゃうので、うん、なるほど、わかります。僕は楽しいことやってるんで、やっぱりせんべい汁のことやって町おこしやってることが楽しいわけですよ、うん、負担からねこうやってあのバカバカしいこといっぱいやって、でもそれがちゃんと実績になってみたいなやつはものすごい楽しいんですよ、うんうん、これからもいっぱいそういう企画ものはどん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 考えていくような感じなんですか、うん、だからもっと時間があればもっといろんなことできるんです。まだ真ん中とかにはいっぱいあって、あれもこれもやれるし、こうやればもっといけるっていうのもあるけど、でも今はもうこれ以上増やすとそれこそ寝る時間がもうまゼロになっちゃうそれは無理だよねみたいな話で、まあぼちぼちっていう感じですよね、うん。でもやっぱりボランティアってやっぱりこう疲弊するっていうか限界があると思うんですけど、その楽しみを作るっていうのもね、普通だとそうなるんですよね。うちのメンバーはね、だからもう仕事バラバラだし、年齢も一番上もう60、所長は60になりましたし、若い子はもう学生ですからね、とかもう絶対接点ないわけですよ。でもね結構集まるんですよ。飲み会とかもよく来るし、で全く違う人たちが集まって飲むとまたね楽しいんですよ。もういろんな違う話が聞けたりとかするんで、まずそこから新しいものが、ね、生まれてこうすればいいんじゃないとかね、出てくるんですよ。でまたバカなことが思いつかれるわけですよ。サークルみたいな感じですね。そうそうそう、まあ、そう部活みたいなやつです。だからなんていうかね、僕は趣味だって言ってるんですよ。でも例えばここまで人気だし、うん、人数もいるから、うん、ジル券で何かこう収益が上がるようなことをしようとか、そういうことはそういうふうにね思ってる人もいますし、その経済効果はね、その 1% でも入ればって、 1% も入ったら5億も入りますよ、うん、そういう仕組みしてないからねっていう話で、うん、これはあくまでやっぱボランティアでやるんだよ僕らはっていう話で。どうしてですか。うん、あのね、なんていうのかな、このその真剣に稼いでやろうと思うと、その楽しさが前に出てこなくなるんですよ。やっぱりね、見てる人たちもそれ分かるんですよ。商売でやってんだなこの人たちは。それはね、町の人たちも巻き込んで言えないんですよ。もう売上目標とかつけてくるとギスギスしてくるんですよね。それじゃ絶対ダメだからとかっていう意見がこうぶつかり合って、例えばその八戸せんべい汁研究所はうまく、うん、はい、一番うまくいってる団体だと思うんですけど、まあ、一番うまくいってるかどうかはね、そのお金がなかったりとかね、いつも大変なとこはあって、うんうん、まあ、もっと上手にやってるとこもありますけどね。でも、まあ、上手にやってるとこと、うん、例えばこの B 級ご当地グルメのブームにの、うん、ブームっていうか、うんうん、あ、ごめんなさい、ブームじゃないかもしれないです、うん、ブームって言っちゃいけないですね、まあ、それに乗って、うん、まあ、ブームと捉えてできた団体とかもあると思うんですけども、うんうん、続かないとか、うん、ちょっと消えていた団体も、うんうん、もしかして他県にもあるかもしれないですね。そういうところは例えば何が足りなかったとか、うん、続けていくには大切なこととか、うん、まあ、だから僕らは常にせんべい汁を売ってんじゃないよっていう、うん、せんべい汁はツールだからねって、これを使って八戸を売ってんだよっていう話をよくするんですよ、うん、うちのメンバーにもね。だからそこ吐き違えると楽しくない活動になっていくんです、うんうん、だやっぱり楽しめてるかどうかっていうのが一番最初だと思うし、うん、あとはね、なんかその僕らもう利害関係者がいないからすごいこうね話が早いっていうかね、これ多分ね、あの飲食店の人が入ってきたりとかすると、マスコミ来た時とか僕ら200件ありますよね。でもほぼ一桁台しか紹介しないんですよ、うん、それは僕らが全部チェックをして、うん、ここは接客もいいし、うん、もちろんせんべい汁もいいしね、それ自分の店のことだけじゃなくて他の店のこともちゃんと八戸にはいっぱいあるからねとか、なんか朝市も行ってみてねとか、観光もあるよみたいなのがちゃんと言えるお店を紹介していくわけです、うん、情報発信基地のなるお店、うんうんうん、そうじゃないとやっぱり基準があるんですね。そうそうそう、うん、でもそういうことやってでね、られなくなるじゃん、うちの店も取材入れてよってことになったりとかね、まだこのせんべい屋さんにすればいつもそこのせんべいばっかり使って今度はうちのも使ってとかになってくると、それは絶対ね、あの動きが鈍くなるんです。それはね避けたいなっていうのがあって、うちらはだから全く誰から頼まれたわけでもなく勝手にせんべい汁のことを調べて発信してる勝手に市民応援団なので、まあ、僕らは市民がやってますからっていう話なわけですよ、ね、それができるんですよ。他の地域の団体の例を挙げるのも挙げづらいかもしれないんですけど、うんうんうん、ちょっとまずくなったなっていうのはあるんですか。ね、例えばあの今もほとんどあのビアングランピン出てる団体ないですけど、あの作っちゃうってやつですね。あの名物を作ろうとしちゃうっていうやつです。今から
いっぱいいますよ。だからなんかあのコンサルティングとか東京から呼んで、うん、コンサルタント呼んで、例えばここはジャガイモとなんとかとこれが名物だから全部合わせたらコロッケできましたとかカレーできましたみたいなやつで、はいこれがうちの名物です、売りましょう、ビワン目指しましょうっていうパターンがねよくあったんですよ。それだって市民にとってみればさ、今までなかったものをいきなり何か開発して、はいこれがうちの名物です、みんなで売ってくださいって言ったって、単なる新商品じゃないですか。そういうこと。だからそれを市民はみんなうちの町はこれだよねっていうまでやっぱり10年かかりますよ。だから、だから10年頑張れるがって話なんですよ。最初のうちは開発すると今いろんな補助金つぐんですよ。やっぱりね、そのかねちゃんと偉い先生呼んだりするお金も出るし、路地施策したり、そのポスターとかマップを作ったりするようなそういう PR 費も出たりとか、まあでも3年ですよ、そういう補助金とかっていうやつは。で4年目からお金なくなるんですよ。だんだん活動なくなっていって、そのせっかく作ったやつも PR 費がなくなるとお店ではほら市民だっていつも食べないじゃないですか、まだ慣れてないから。そうするとそんなに注文来ないわけですよ。そうすると毎日おいでたものが週末限定ですとか予約になりましたとか、だん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 なくなっていくっていうのはねよく見られたんですよね。やっぱり市民がどれだけ愛してこれを誇りだって言えるかっていう大事なことですよね。やっぱそういうの出てくるよな、やっぱり。僕らはだからずっとほら、だーせんべい汁がって言われたわけですよね。初めはね人様に出すもんじゃない、せんべい汁なんてっていうと、この人たちが変わるまで頑張らないとダメだと思ったわけです。これ仮に僕らが1号2をやってて B1 グランプリで上位に入っても、そりゃそうだべ、ウニとアワビだもんぐらいになるかもしれないけど、使ってる食材がね一番底辺に近い食べ物ですからね。せんべい汁なんかもう冷蔵庫の余り物でね、こうできるような、しかもごまも入ってない白せんべいで、だから余計よかったのかもしれないけど、やっぱりそういう意味ではあの逆にせんべい汁があんなになったんだから自分たちも頑張るよって人今いっぱいいますし、いい刺激になったと思いますしね。心情とか、まあまあ、もっとでもいいですが、今日のつぶやきとか思いとか。 This program was brought to you by Link Station Pomit. まだまだこう若い世代にリレーできるような、いやもちろんね、だからその今の学生ね、大学生だったり高校生だったりとか、この間小学校の授業もやってきたけど、彼とかはね、彼とか彼女たちは町おこしの次の担い手なわけですよ。だから町おこしって楽しいんだよっていうのを僕らは伝えて、別にせんべい汁やれって言ってるわけじゃなくて、違うね、あの別にテーマでもいいから、でも楽しくやれるんだよっていう、そのねお金がないからとか、その仕事もあって時間もないからっていう人たくさんいるけど、俺らだってみんな同じです。お金ないし、みんな仕事してるから時間もないんですよ。でも空いてる時間を使って、でお金をかけずに工夫してできるんですよ。それが八戸の汁研流の市民がやる町おこしなんですよ。これを日本のスタンダードに今したいと思います。